仕事についてです。共演してみたい俳優さんは、伊藤史朗さんとか、あとは岸谷五朗さんと共演してみたいです。出演してみたいテレビ番組は、いろんなことにチャレンジしていきたいので、バラエティとかも出てみたいなと思うし、ドラマとか映画とかいろいろチャレンジしていきたいんですけれども、やっぱりドラマに出たいです。共演してみたいコメディアンは、うっちゃんなんちゃんとか、あとはナインティナインとか共演したいです。ビキニとワンピースどっちが好き？最初は水着になるのも絶対嫌だとか思ってたんですけれども、なんか最初はワンピースでやってて、でだんだんなんかビキニとかも着るようになって、今はどっちだろう、デザインによっていろいろビキニもワンピースもデザインとか色とかによって好きとかはこんな感じです。ライバルはいますか？普段あんまりそんな風に考えたことないんですけど、だけどやっぱり、考えてみたら、みんながライバルかなとか思います。寝る前にすることは、いつもなんか本当お風呂入ったらそのまんま髪も乾かさないし、大してなんか お肌の手入れとかもしないんですけれども、でもなんか最近はお風呂から出た後に軽くなどしてストレッチをして、で一生懸命体も柔らかくなればいいなと思ってストレッチをしてから寝るようにしています。最近のどちな話は、V シネマのジャケットを女の子5人で撮影してた時に、撮影する前にアイスクリームをたくさん買ってきていただいて、でバニラアイスとか抹茶アイスとかいろいろあった中で、私は小豆のアイスを食べてしまったんですね。で食べている途中で、じゃあ取るからとか言われて、並んでなんて言われて、慌てて小豆のアイスを袋にしまって、で並んで、ほらすごい思いっきりポッとか笑って撮ってもらったんですけど、で撮ってもらって待ってる間に、ふと小豆が歯に挟まってたらどうしようとか思って、で周りの女の子とかに、小豆歯に挟まってないかなとかって聞いたら、挟まってるよとか言われて、で舌で一生懸命とかって撮ろうとしたんですけど、どんどん逆に奥に行っちゃって、で爪で取ろうとも思ったんですけど、爪でも取れなくって、でしょうがないからメイクさんに、すいません、なんか糸持ってませんかって聞いて、糸をいただいて、でこう鏡の前で手でカラーになって、歯間なんか隙間から一生懸命取って、で取り終わって、よしと思って、こうまたお待たせしましたとか言って戻ってって、でまたふと、あもしも糸をこうやったから歯茎から血が出てたらどうしようとか思って、慌てて鏡の前に戻ってみたら、それは大丈夫だったんですけれども、すごいなんか小豆挟まってたのがすごい恥ずかしくて、失敗したなとか思いました。で食べかけだったんで、撮影が終わってから食べようとか思ったら、もう小豆アイスももう液体になっちゃってて食べられなくって、すごいなんかショックでした。アイドルにならなかったらどうしていましたか？
イドルにならなかったら、こういう仕事をしていなかったら、ずっとちっちゃい子からすぐなんかテレビとかに影響されやすくって、スチュワーデスさんになりたいなとか、看護師さんになりたいなとか、エレベーターガールになりたいなとか、いろいろ小さい頃から思ってたんですけれども、やっぱり小さい子が好きなんで、幼稚園の先生とか保護さんになりたいなと思っていたので、ちょっと幼稚園の先生とか保護さんになれるように頑張って勉強していたかなと思います。化粧の時間はどれくらい、お化粧は普段全然しないんで、本当全然かかりません。で、仕事の時とかで自分でしなきゃいけない時とかも、全然まだアイシャドウとかどうやって描けばいいのとか、アイラインもどうすればいいんだろうとかわからなくって、ファンデーション塗って、粉でこうはたいて、ビューラーして、マスカラつけて、口紅つけてっていうぐらいで、だから全然もう5分とか10分とかですぐできてしまいます。で、でももう18で今年19歳になるので、そろそろ化粧道具とかも一式揃えたいなと思っています。だから頑張ってメイクの仕方を覚えて頑張りたいです。目標とする人は、この人っていう特定の人がいないんですけれども、でもすごくいろんな役が自然にこなせて、なんだろう、たくさんの人をこう感動させることのできる女優さんになりたいです。